さんが家で本を読んでました。その本の題名を見たら、アスペルガー症候群の旦那を持つ妻という題名でした。どういうこと？そんな俺の個性を聞いてください。人と違うとこ一つの個性、yeah, yeah. なんとか障害とか症候群、バカなら超ハイテク超道具、よく言いたい人と違う心があっても一つ磨く、極端すぎる話レイマン、スティル俺のままでさレイバック、yeah. じゃあこの中でサンタクロースを信じてる人いますか？ちょっと待てー、この中でサンタクロースを信じるっていう人いますか？今手挙げたやつはアホです。全員アホです。ではそんなアホなやつとアホじゃないやつと全員聞いてほしいねんけど、俺も昔信じてて、今さらいないことは知ってるけども、でも今年のクリスマスイブに俺は家にいる4人の子供たちにプレゼントを置くわけ、はいはい、ってことはサンタを信じてた俺は年を取ってサンタを演じてるわけ、はい、マイエンジェルたちに。だから信じる信じないじゃなくて、お前たちがサンタさんになれるっていう、そういう嫉妬。だからあえてもう一回聞くわ、サンタさん信じてる人、いや、だから信じるも信じないも自分次第やけど、ずっとサンタさんを演じてる、そんな俺が今月からもう12月セットってことでクリスマスソングをセットに入れてきました。聞いてください、これがヒダディのメリークリスマスラブ。Listen up, babyNation.